サンタマリアド・オリバル教会サンタマリアド・オリバル教会はポルトガル・トマールにある教会。教会は12世紀にポルトガルのテンプラリオ騎士団総長グアルディンパイスによって建てられた。トマールのテンプラリオ騎士団の墓地として使用され、後14世紀にテンプラリオの後を継承したキリスト騎士団の所有となった。グアルディンパイスはこの教会に埋葬され、 彼の墓の平板は1195年からゴシック様式の碑文を持ち、原型のまま中に保存されている。現在の建物は、ほとんどが13世紀に初期ゴシック様式で再建されたものばかりである。メインファサードは美しいバラ窓があり、いくつものアーチボルドのある簡素な出入り口がある。川には他の建物から独立して消灯が立つ。内装は非常に簡素である。 教会の三つの回廊は木製の天井に覆われ、アーチの円柱はキャピタル様式がまるでない。アプスの主礼拝堂はゴシック様式の畝模様のあるボールとで覆われている。回廊道壁の小さなバラ窓にあるトラセリーは五角星型の形をしている。16世紀に教会は修繕され、いくつかの礼拝堂が南側に付け加えられた。有名なのは 主祭壇にある多彩式の聖母子像、主礼拝堂の壁にある1525年からの秀逸なルネサンス記作品、ディオゴ・ピニエイロの母子像である。ありがとうございます。